道具なのかは見ていてもいまいちよくわからなくて。けど見る限り全員持ってるくらいに普及しているでしょ。だから下手に聞くと驚かれてしまいそうで、今まで誰にも聞けずにいたの。あなたに聞いてしまってもいい？ありがとう。あなたに聞きたかったの。あなたにとっては些細なことでも、私としてはそれなりの思い切りが必要だったのよ。じゃあさっきはアマネと文章で即時的にやり取りしていたのね。双方が気楽だと認識しているなら些細なことも伝えやすいでしょうし。そういうものを携帯できたら生活のあり方から変わりそうね。いつでも気軽にやり取りができる。縁を太いものにしていける。私も欲しいわ。すぐに。もう今日の放課後に入手しましょう。決まり。そうよね。あなたは活用しているのだから、私もぜひとも入手すべきよね。同じ連絡手段を確保しておくのは大事なはずだわ。確かに。ならこれはもう運命ね。今日絶対に手に入れなくちゃ。そういうのもあるのね。口ぶりからしてあなたはそのあたりにも詳しいようだけど。だったら、もののついでというのも変だけど、あなたが良ければ買いに行くのも付き合ってもらえないかしら。ありがとう。ではよろしくお願いするわね。